回 の、 あの判決ではもう皆さんすでになんかご覧になられている通り、まあ、人事院に裁量はあるけれどもその裁量を逸脱していくということで取り消されて、判決文を読みますと、あの判決理由よりも、5人の裁判官の補足意見が、かなりの部分を占めておりまして、あのかなりあの私の感想としてはあのポジティブなこと意見が書かれているというふうに考えております。まあ、ご存知かと思いますけど、そのまあ、男に戻ってはどうかなどの発言もありましたし、心ない言葉を数々投げかけられてうつ病になって1年2ヶ月間休職いたしましたが、その間の逸失利益等も全く満たされない、極めて少額の、国家賠償請求の判決とが維持されまして、甚だ、私としては不本意であります。求めることをあの私は別にトイレだけじゃなくて、他の職員と、差別がないようにしてもらいたいというのが私の要望、今の要望事項になります。